こんにちは。昨日の雑談で、なんだっけ、カフェインとニコチン、言い間違えたっていう話をしましたけど、同じ日にですね、それもね、レッスンの時の話なんですけど、次の生徒さんの時に、いや最近乾燥して手がガサガサみたいな話になって、そして僕がですね、強烈におすすめしたのが、ほらハンドクリームが買わなきゃみたいな感じだったんで、僕が強烈におすすめして発した言葉がですね、バンテリン、バンテリンがもういいよ、もう最高みたいな。バンテリンさえつけとけばもう乾燥はね、バッチリツルツルとかって思って、強烈に、おすすめしたんですけど、バセリンの間違いでしたね。バーは合ってんだけどね、バとリと運が合ってるから結構近いですね。バンテリンとバセリンと。ね、間違っちゃったんだよね。バンテリンは、先日、首を寝違いした時に、塗ってたんで、その記憶があってね、こう言葉に出ちゃったんですよね、バンテリン。バンテリンってほら、筋肉痛の時とかに塗るやつ。だ記憶のね、なんていうの、頭の中のその記憶のね、混じ切りがね、おかしいんだね。整理整頓されてない、なんか漏れてんだよね、記憶が。で、混ざっちゃってる。ですぐね、口に出して言っちゃうもんだからね、それもダメなんですよね。考えてから言えばいいのに、バンテリンっても言っちゃったんですよね。そしてその日ですね、また違う言い間違いがあったんですね。というかよく考えてみたら毎日言い間違ってんの。人の名前言い間違ったりとか、そんなこんなでですね、一分間レッスンどうぞ。はい、1分間レッスンです。今日はね、チューニングいきますよ。よーい、スタート。はい、スタジオに行ったらですね、チューニングをしましょう。よくやり方わからない人、基本的に表のヘッドと裏のヘッドを同じ張り具合にしてみましょう。ちょっと叩いてみて同じ音程にするっていう考え方で大体合ってると思います。本当は違うと思うんですけど、だからとりあえず同じ音程に揃えてみましょうみたいな。で、そこを基準にして裏のヘッドをちょっと調節して変えてみたりとかできますので、表と裏のバランスとしては表と裏を同じように貼る。それでボルトのとこを均等にとかって言うけど、あれなかなか均等に揃わないんですよ。それでスタジオのやつとかもみんなガチャガチャいじっておかしくなってるので、それぞれのボルトが一回ね全部緩めて、それでキュッキュッキュッってこう、なんていうの、手応え確認しながらやっていくと結構均等に戻るので、完全に均等じゃないですけど、で細かいのは少しずつ、俺やってやったらダメですよ。チューニング、その締めるときはいいですけど、ある程度まで本当に、よしって言って、ちゃんとよし、こっからチューニングするぞっていう時は、もうね、髪の毛一本ぐらいの感覚、ちょっと動いたかなっていう感覚でもね、結構音変わっちゃうんですよ。それぐらいのね、シビアな感じで、回していただいた方がいいかなと。まあ、でもね、スタジオだと時間がないから、それでも少しずつね、やることによって、毎回ちょっと、タムとかチューニングすることによって、チューニングもできるようになってくると思う。皆さんやってみてください。ありがとうございました。はい、では今日の本題です。今日はですね、203連、そんなのできますよっていうんじゃなくて、今日はね203連分解するんですよね。まず203連はその名の通り、200の中に音が3つ均等に入ってます。種明かしすると、1拍目が3連で考えると、3連の1個目と3個目、タンタタンタタンタ、1拍目
タンタ、2拍目、ウタン、タンタンタン。これが2拍3です。こうやって、あったら、これ鳴らせばいいんだ。なんでこんな今めんどくさいことを。メトロノーム鳴らせばいいんじゃないですかね。まあ、ゆっくりいきますよ。あ、鳴らない。開けました。タッ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 タン。タッ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 タンタウタウ。わかります？タンタウタウ。3連、オルタネートで叩いた時の右手。タウ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 。ひっくり返せば203連ひっくり返した感じ、裏から入るみたいな、ウタンタンタってなりますけど、まあまずは表から入る、タンタウタン。でこれはね結構みんなできるんですよ、ちょっと練習すると。ところがね、分解してって言うとね、あの頭こんがらがるあの場合もありますので、どこを分解しようかな。じゃあですね、三つ目、二拍三連の。それをね、二つにします。タン、タン、タン。これ二つに。さあ、どうなるでしょう。タン、タン、タッタ、タン、タン、タッタです。タン、タン、タッタ、タン、タン、タッタ。今の分解した譜面も一緒に出てますけど、僕としては、分解した譜面で覚えるよりも、大きく二拍で、取って覚えてもらった方が、あの使えるかなと。そうやって覚えた方が、ね、いいんですけど、どっちでもね。3つ目分解、もう一回いきます。タンタンタッタタンタンタッタ、タンタンタッタタンタンタッタ。はい、同じ要領で1個目、タンタンタン、一二三、一二三、一二三。タタタンタン、タタタンタン。これも三連で書いちゃうと、タタタ歌じゃないですか。簡単なんですけど、やっぱね、大きく取ってもらった方が、実際使いやすいですね。そして真ん中二個。タンタタタン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 。とりあえずこの3つ、あとはあのこの3つを1つのやつを連続でやるんじゃなくて、自由に混ぜ混ぜで叩ければさらによしと。もう完全に理解してないとできないですから。これ80。タンタン。これが203連。分解します。3個目。タンタンタタタンタンタタタンタン。1個目。タンタンタタタンタンタタタンタンタタタンタン。2個目。タンタタタンタンタタタンタンタン。あとは自由に。順番関係なく自由に叩けるようになるとグッドと。もう理解ちゃんと分かってないとできない。はい、これはね結構あの使えますよ、実際の演奏でも。どういうところで使うかっていう、まあ三連形の、フィルの中で自然に出てくる、そのやっぱり自然に出てくるっていうのが一番いいんですよね。知識として持ってて、それを出す。じゃなくて、無意識に出るっていうことは、その人の感性の部分が大きくて、より音楽的な感じがしますよね。でも、どっちでもいいです。知識で出しても、その曲にね、合ってればいいと思うんですよね。自分の感性で出して、全然なんかヘンテコリンな感じになっちゃうよりも、
あのここの場面はこういうフィルを203ミリの分解したフィルを打つとこういう時はかっこいいんだよなっつって、こう知識としてパンとこうはめた時にかっこよければそれはそれでいい。まずはまあできるようになる。はい、ありがとうございました。